今宵のメイドの土産は。そしてこの毛量、人間の死体の内臓が大好物なんだそうです。毛量は水の精霊です。またホルモン。妖怪ってのはお互いがお互いに複雑に影響し合って、その姿形や性質を変えていくものなんだっていうことですね。メイドの土産。どうも皆さんこんにちは。メイドの土産のお時間がやってまいりました。魑魅魍魎という言葉があります。皆さんもきっとどこかで聞いたことがあるはず。魑魅魍魎がはびこる政治の世界なんて比喩表現でも使われることがありますが、一般的には魑魅魍魎というのはいろいろな化け物たちをまとめて表す言葉ですね。しかし皆さん、この魑魅魍魎って実は魑魅という妖怪と魍魎という妖怪が合わさった言葉だってことをご存知でしょうか。今回紹介するのはそのうちの一つ、魍魎についてです。魍魎、いやーなんだか不気味でいつ聞いても響きのいい言葉です。大好き。さて魍魎というのがどんな妖怪だったか、まずはおなじみ江戸時代の妖怪絵師鳥山石燕さんの画集を見ていきましょう。石燕さんの描いた今昔画図続写記を見ていくとですね、魍魎というのは姿形が3歳の子供のようで、肌は赤黒く、赤い目に長い耳、ツヤツヤとした髪の毛を持っている妖怪だとされています。そしてこの魍魎、人間の死体の内臓が大好物なんだそうです。途中までは可愛かったのにな。この毛量ですね、石燕さんのオリジナルってわけではなくて、だいぶ古くから伝えられている妖怪なんです。そのルーツは中国。時代も古いもので、紀元前の書物からその存在が語られていました。もともとの毛量の語源は、毛量という漢字だと言われています。この毛量というのは影のことなんですけど、全く光の当たっていない影じゃなくて、太陽や月などの光によってうっすらと照らされている薄い影のことを言うんだそうです。なんか薄ぼんやりしている感じですかね。この薄ぼんやりした影のイメージから発展して、次第に亡霊や精霊みたいな人間の目に見えるんだか見えないんだかわからないもののことを意味する言葉になっていったんだそうです。そんな精霊の中でも特に水の精霊を、もう山の精霊を霊と言ってですね、これをガッチャンコして水や山、木や石などの自然界に住む精霊のことを魍魎と呼ぶようになったんです。ちなみに魑魅ってのも同じように山や林の木から生まれる化け物のことです。魑魅も魍魎もどっちも自然から生まれる精霊、化け物のことなので、さらにこれをガッチャンコして山や川の精霊、化け物の総称を魑魅魍魎と呼ぶようになったんですよ。ガッチャンコしすぎ。まあとにかく、もともと魍魎っていうのは山や川といった自然界から生まれる超自然的な存在、化け物っていうよりはどっちかっていうと精霊みたいなものだったのかもしれません。魍魎はもともと水の神だったとも言われています。日本神話にも三つ葉目という水の神がいるんですが、この三つ葉というのは魍魎のことなんですよ。そういう精霊的な存在だったものが次第に死体の内臓が好きだとかっていう妖怪的な特徴を備えていった。段階的にいろんな特徴が付け加えられたり混ざったりして、より化け物的な感じになっていったのかもしれません。同窓会で久しぶりに同級生と会ったら、あれ昔そんなんだったっけ、むしろ別人みたいになる感じですかね。ちなみに魍魎が死体を食うと言われることにはどうやら理由があるようです。昔中国に仙玉という皇帝がいてですね、この仙玉の子供の一人が死んでしまって、死んだ後に川に住み着いて疫病をもたらす魍魎になってしまったという話があるんですよ。魍魎は水の精霊です。川などが氾濫して湿気が高まると、環境が不衛生になり疫病が発生しやすくなります。そして疫病によって死んだ遺体の管理が甘ければ、その死体からはまた疫病が蔓延するでしょう。その様子がまるで魍魎が疫病にかかった死体を食って病原菌やウイルスの媒介者となって、さらに疫病を撒き散らしていくというふうにイメージされたんじゃないかってことなんです。だから結果的に魍魎が死体を食うと言われるようになったんではないかっていう説があるんですよ。
これはあくまで説の一つに過ぎないので本当かどうかは分かりませんが、なかなか興味深い説ですよね。面白いと、まあこういう風にですね、毛量自体もいろいろなイメージが混ざり合ったりして、時代とともにその特徴を変化させていってるわけなんですけども、さらに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 この毛量が今度は別の妖怪とリンクして、その妖怪の特徴に影響を与えてるんじゃないかって説もあるんですよ。ほんと妖怪ってこういう数珠つなぎ的なところがあるから面白いですよね。例えばなんですけど、カッパって妖怪がいますよね。日本人なら誰でも知っている超有名妖怪ですね。カッパってその名の通りおかっぱ頭で描かれることがあるじゃないですか。これって一説によると毛量の髪型が元になっているらしいんです。毛量も水を象徴する妖怪だし、毛量がカッパの原型の一つになっているって説があるんですよ。しかもカッパも人を溺れさせて内臓を食うと言われているので、内臓好きってところも共通しているんですね。たまには肉食わなきゃ。毛量が影響したとされる妖怪は他にもいます。それが以前ご紹介したこともあるカシャという妖怪。カシャは葬式の時に現れて死体をさらっていくと言われる妖怪ですが、このカシャも死体をさらうだけではなく、死体の肝を食べると言われることがあります。これはまさに毛量がカシャと同一視されたことが原因なのではないかと言われているんですよ。またホルモン。カシャの正体は年老いた猫が化けたものだと言われることがあるのですが、毛量の耳が長いのもこれまた山猫をモチーフにしているからなのではないかという説があります。猫は刺繍につられて死体に近寄ってくるということがあるそうで、そういった性質から死体を食ったりさらったりするカシャや毛量と猫が結びついて、結果共通点の多いカシャと毛量が融合していったのではないかってことなんですね。これが真実なのかどうかは分かりませんし、何が先で何が後かってのは難しい問題でもあるんですけど、一つ確かなのは妖怪ってのはお互いがお互いに複雑に影響し合って、その姿形や性質を変えていくものなんだっていうことですね。こういうとこが面白いですよね。妖怪っていうのはまさに人を化かすように時代とともに変化し続けるものなんですね。奥が深いね。さて、というわけで今回は毛量についてお話ししてまいりました。チャンネル登録・高評価、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それまで皆様、ごきげんよう。